な方向でもいいです。ある程度自分の家庭で考えていただいて。はい、こんにちは、浦田健です。今日はですね、大手町で JDEC 公認相続コンサルタントゼロ規制の養成講座を開催しております。 JDEC はですね、不動産実務検定の養成、それから認定団体なんですけれども、今年新たにですね、相続コンサルタント養成講座を始めることにいたしました。今はですね、休憩、お弁当の時間で皆さんリラックスしていますが、この2日間で、どんな相続の悩みにもお答えできて、で今まで培った知識がですね、価値として受け入れてもらって適切な報酬が得られるようになるというところで、他の相続コンサルタントの資格と差別化を図っております。この2日間、要請した後はですね、全国の相続相談センターとしてですね、JDEC のホームページからリンクを貼りまして、早ければ春から全国で相続相談が受けられるようになるということになります。この相続相談はですね、7割が土地建物の不動産なわけですね。この不動産を極めることが、相続を極めることになるわけですけども、実はその JDEC 不動産コンサルタントの皆さんはですね、この不動産に関しては卓越したコンサルティング能力をもうすでにお持ちであると。でここと、相続の知識をもう少し深掘りしてですね、価値として提供していって正当な対価を得るということが目的なんですけど、これがなかなかできない人が多い。コンサルタントにはですね、2通りあります。一つは、要するに肩書きを持って自分は専門家だということをもう誇示をし、ある意味誇示をしてですね、とにかく利益、ね、お金を持っている人から利益、コンサルティングとしての課題、要するに報酬をですね、とにかくその報酬を得ることが目的になってしまう人と、から本当に人の役に立ちたいんだけれども、どう自分のその学んできた価値を換金というか、で分かりやすく言うと換金していけばいいのかというのがこうできない人がいらっしゃる。で、去年ですね、私 その失敗セミナーというものをやったんですけども、その中のもうほぼ1割2割が相続絡みの失敗なんですね。これが、もちろんご自身での相続の失敗もありますけど、1割ぐらいはコンサルタントによってその指導を仰いだだけれども、要するにそのアパートマンションを建てて失敗してしまったというケースなんですね。不動産を動かすとか建てるとか、そこのコンサルティングに入っていくと、スキルがあるそのコンサルタントものすごく儲かるわけですね。運悪くそういうコンサルタントに当たってしまうと、もう資産どころかですね、家族もこうバラバラになってしまうというようなリスクがあると。 JDEC ではそういうことではなくて、どうその自分の本来の目的に、こう導けるかというところに主眼を置いてやってますので、コンサルタントは、アドバイスをするだけ、ね、選択肢を提示して、その選択が正しくできるような知識をお与えして、それを導いていくと正しい方向にですね、これをアパートを建てた方がいいとか、ね、この生命保険に入った方がいいとか、要するに、決断をですね、自分でしないでコンサルタントに任してしまう。こういったケースが非常にこう失敗する事例として多くなっているわけですね。JDEC の相続コンサルタント養成講座では、コンサルタントが要するに選択するのではなく、選択をする、クライアントさんが選択をする、そのお手伝いをしていくというところに、主眼を置いて、で正しく時間をかけて学んで経験して実績を積んだそのノウハウをですね、本来はクライアントさんはそういう時間もお金もかけることできませんから、それを適切な価値として、価値を提供して正当な対価を得ていくというところ、これが一番難しいところなんですけども、そこの実例にそうした講座をやっております。相続コンサルタントを目指したい方は数ある中でもですね、この JDEC の講座はですね、非常に利己的でない利他的なコンサルタントを要請しております。もし相続に関してコンサルを依頼したい、
という方はですね、このどうぞ春から開設される全国の JREC の相続相談センターまで、お気軽にお問い合わせいただければと思います。今後相続に関してはますます、税制の強化がされていくと思います。ぜひ、転ばぬ先の杖として、JREC のコンサルタント JREC 公認の相続コンサルタントにご注目ください。お昼を食べた後、ね、また地獄の特訓が始まります。またお会いいたしましょう。